2023明治安田生命 J1 リーグ第2節名古屋グランパス対京都サンガ FC の一戦をトヨタスタジアムからお届けしてまいります。さて予想フォーメーションで見ていきますが、こちらは 3-4-3 のシステム、前節横浜 FC 戦からスタメン1枚変更、米本が復帰後初スタメンということで、こちらのポイントどんなところでしょうか。はい、やはりいかに敵陣でプレーができるかどうかいうような展開ができれば名古屋のペースになるかなと思いますね。はい、一方京都サンガ FC 予想フォーメーションで見ていきますが、こちらも 3-4-3 システムを予想しました。はい、こちらのポイント、そうですね、はい、前節からちょっと3枚変えてきましたけども、基本的に両チームともこう戦い方は共通して相手陣内にボールを送るその手段、はい、これが一つのポイントかなと思いますね。ここは藤井が持ち出していきます。ただ奪った川崎だ、川崎から、川崎まだボールを持つ、パトリック落として豊川、そして右サイド白井のクロスボール、パトリックその前にラギラから出てきた佐藤、今日のシュート、パトリック佐藤今日、そして最後パトリックが合わせていきましたが、森下、そしてその前永井がボールを収めます。収めて縦パス、森下、中にユンカーがいる、そのユンカーがマーティンス、アピアタリア、シュートでいった、泉、わずかに枠の左でした。今のもある程度こうカウンター気味で、縦にこう入って、永井がいいランニングをして、そこからまた追い越して、森下が追い越してクロス、マークマテウス見てましたけどね。ゴール中央跳ね返して、稲垣もう一度前に、藤井のシュート、ナイスキーパー若原です。藤井の左足しっかり止めました若原。さあユンカーだ、ユンカーが運んで、長いの右足、枠を捉えることはできませんでした。いや、ユンカーの持ち出しはやはりうまかったですし、自分へ引きつけての長いのパスもうまかったですね。ここのドリブルのコースも良かったですし、パスのタイミングも良かったですし、ここはパスでつないでいく名古屋です。あとはこの切り替えの部分で、はい、こぼれてパトリックの前、パトリック左足、ナイスキーパー、ランゲラック、名古屋少し後ろでミスが出ましたが、パトリックのシュート、なんとかランゲラック抑えました。その山崎のポジションですか。そうですね、そのまま入りましたね。そうですね、はい、さあパトリックだ、パトリック右足、ラスキーパー、ランゲラック、またしても止めました、ランゲラック。クロスボール、ユンカーの頭上を越える、流れて泉、下げてマテウス、米本、草見、シュート、長い、先手を取りました名古屋グランパス、長井健介今シーズン初ゴール。いや、ここ外流れたんですけど、この後のこのくさびのパス、米本ですね、はい、米本からのこのくさびのパス、このスルーからのユンカーの落とし、そしてその反転して長井のこの落ち着いたシュート、若原、一回触ったんですけどね、いいコース行きましたね。いいコンビネーションが出ましたね。さて川崎からパトリック、広げて佐藤、これ逆にカウンターですね。さあ名古屋のカウンターです。マテウススピードがある、オーバーラップ森下、マテウスが運んで森下の前のスペース、森下からマイナス、マテウス、キーパー、マテウスもう一度、
名古屋カウンター、マテウスのシュート、はい、若原しっかり止めました。まあ、ちょっとでも隙があると入れたいんですけどね、はい、中央にここで縦を入れてきた白井のヘッド、左足、最後山崎のシュートでした。セカンドボール、酒井が回収して、マテウスからユンカーが来た、ユンカーナイスキーパー、若原まだあるか、オフサイドです。そしてここで長いホイッスルです。試合終了、名古屋開幕2連勝、ホームの開幕戦で J1 通算450勝を達成しました。